さあ琉球今度はメインスタンドから向かって右から左に攻める格好に変わります。これより第2クォーターに移ります。琉球相手陣32ヤードからファーストダウン10。パス成功ファーサー。ここでクォーターバック7番は左に展開していた21番に内側に切れ込ませまして、そこへパスを投じました。ディフェンスの前に入り込む格好で21番体を駆使して見事キャッチしまして攻撃権更新です。琉球ファーストダウン、鮮やかなパスを展開しましたがクォーターバック7番の藤原、それを取りましたがワイドレシーバー21番松井でした。琉球相手陣20ヤードからのファーストダウンテ、これは三重も踏ん張ります。今度はランプレーでランニングバック3番に右オープン展開を図らせました。スピードに乗って相手ディフェンスをまくろうというところ、しかしそこに三重80番が食らいつきまして、このランを2ヤードのゲインで阻止しております。粘りあるタックルを披露しましたが三重ファイヤーバード80番の桐山です。大阪市立大学出身のバイスキャプテンです。三重ファイヤーバードも同じくアメリカンフットボール普及難しい時期、それを乗り越えまして、この半世紀近くになります、長い年月かけて奮闘しているチームとなっています。さあパスが取っている。さあ判定はどうか。ここで琉球ワイドレシーバー13番にパスが通りました。13番そこからキャッチアンドランを図り、一気にエンドゾーン狙わんというところでしたが、この時のファンブルが果たしてプレー中であったか否か現在協議されております。先に膝がついた方が先、つまりプレーが終了してからのファンブルということでキャッチが認められました。従いまして先ほどのパスは成功という判定になります。琉球結果的に攻撃権を相手陣3ヤードから展開するビッグチャンスを得ました。見事攻撃権更新です。さあ相手陣3ヤードから琉球ファーストダウン2ゴール。タッチダウン。ここで琉球はプレーアクションからクォーターバック自らキープを判断いたしました。パス、ランともにそのキャリアに注目が集まるか、クォーターバック自らがボールを持ちそのまま右オープンに展開。文字通り無人の荒野駆け巡るように右オープンからエンドゾーンに入りましてタッチダウン重ねております。これにより琉球さらに6点追加となっています。そしてキック決まりまして1点さらに追加なり、琉球ガーデンライオンズ21点、三重ファイヤーバード0点とその差広がる形になっております。実に鮮やかなプレーチョイスでした。ここまでランニングバック、そしてワイドレシーバー活躍する中、クォーターバックの関心薄れた中での鮮やかなプレーアクションからの QB キープでした。いわゆるブーツレック、密造時代に酒を隠しながら歩くその姿から名付けられましたブートレッカーから、由来があります。ブーツレックが見事決まりましての立ち合うんです。鮮やかな技を披露しましたのはクォーターバック7番の藤原でした。さあ琉球さらに得点重ねるでしょうか。これより琉球のキックオフで試合再開です。ここで短いキック、おそらくはオンサイドキック、自ら攻撃経験を得るようなそのようなギャンブルキックを敢行しました。キックオフのボールはキック地点から10ヤード以上前進すればどちらか抑えてもいいという権利になっています。これを利用した短いキックを蹴りましてさらに攻撃権を得ようという形だったと思いますが、しかしこれは三重許さず、結果的に三重は自陣47ヤードからの攻撃を得ます。この位置から三重ファイヤーバードの攻撃になります。三重ファイヤーバード自陣47ヤードからファーストダウン10。
さあまず三重は中央の突破を図らんとランニングワークにボールを託しました。ランニングワーク35番でしょうか、ボールを持ちましてその期待に応えんと、中央を切り込みましたが、しかしこのゲイン2ヤード程度にとどまっております。失礼しました、番号訂正します。キャリアおそらく25番の鈴木だと思います。富山大学出身です。こちらも富山大学ファイアーブルズの OB、 ここで活躍しています。パス成功。今度は左に展開していく80番にパスを投じました。80番これを見事にキャッチまして、さらに前進重ねております。約4ヤードほど獲得しました。すかさずタックルありましたが、しかしこのボールを離さず見事キャッチを成立したのは80番の桐山でした。大阪市立大学出身です。三重ファイアーバードサーダウン4、ボールオン相手陣48ヤード。パス成功、ファースター。クォーターバック、ここはパスプレーで確実に攻撃権更新を果たしました。左に展開していたワイドレシーバー7番にパスを投じ、7番これを見事にキャッチしまして攻撃権更新になっております。三重ファイアーバードファースター、見事このパスを投じました。クォーターバック9番は日光、北海道工業大学出身。それを取りましたのはワイドレシーバー7番の白川、同志社大学出身のこちらはキャプテンです。さあ三重ファイアーバード相手陣38ヤードで攻撃権更新し、ここより攻撃をさらに展開しようとします。ここでホイッスル。三重ファイアーバード、ここで前半1回目のタイムアウトを行使しました。アメリカンフットボールは双方ともに前半後半3回ずつタイムアウトが取れます。まず三重、ここをチャンスと見まして作戦タイムとして1つ目のタイムアウトを行使しました。この配信は X2 ウエスト、X3 ウエスト全チームによります合同企画によって成立しております。この企画にご賛同いただきました多くの企業様、個人様のご寄付、ご寄社ありまして、この企画成立いたしました。皆様のご厚情大変感謝申し上げます。この活動がありましたおかげで、私もいろいろなところでのアメリカンフットボールの撮影および配信ができるようになりました。一言ならぬご協力非常に感謝申し上げます。この企画はまだ現在も募集させていただいております。この配信の説明概要欄にありますショッピングカートの URL ございます。こちらの方をご覧いただき、その内容でご賛同可能なものがございましたら、ぜひ皆様ご協力をよろしくお願い申し上げます。さあタイムアウトときまして試合再開。三重ファイアーバード相手陣38ヤードからのファーストダウン10。これは琉球ナイスディフェンス。ここで三重は35番にカウンター気味のドロープレーで相手の裏をつかんという形で中央突破を図りましたが、ここで琉球ガーデンライオンズ55番と77番見事立ちはだかりまして、このランを阻止しております。素晴らしいディフェンスを披露したのは55番のカルデラ、先ほども、チーム PR いただきましたチームキャプテンです。琉球大学出身のプレイヤーです。70番は高橋、明星大学出身のプレイヤーです。三重ファイアーバードセカンドダウン13。このパスは成功しました。クォーターバック9番、右に展開していた80番にパス。80番ディフェンス殺到する中、これをキャッチしまして約6ヤードのゲインを果たしております。非常にタフなキャッチをしかし続けて行っております80番の桐山、非常に素晴らしいプレーを見せています。三重ファイアーバードサーダウン7、ボールオン相手陣35ヤード。さあパス成功、ファースター。
今度は右に展開しているワイドレシーバー7番にパスを投じました。7番サイドラインギリギリ、これを見事にキャッチしまして攻撃権更新になっております。三重ファイヤーバードファースター。今度はキャプテンが見せました。キャプテンの白石、白川、素晴らしいキャッチを披露しております。ここで2ミニッツ2ウォーニングに入ります。今期より国内で採用されております米国カレッジルール NCAA に従来はプロでしか採用ありませんでした。前後半残り2分でのタイムアウト、2ミニッツ2ウォーニングが採用となりました。アメリカンフットボールは本来は得点を競い合う点取り合戦ではありますが、同時に時間内にそれを競わなければいけないという制約があります。残り2分、この時間をいかに利用するかといった要素が加わってまいります。双方どのような形でこの時間をうまく操作していくか、そしてその時間を利用していくか、さまざまな攻防を繰り広げられます。この2分間の攻防、ぜひご注目ください。さあ、2ミッツウォーニング解けまして試合再開と思います。三重ファイヤーバード、相手陣28ヤードからのファーストダウンテ、さあここで中央切れ込みましてビッグエインを、ディフェンスが素晴らしいプレーを披露しましたが、ここでイエローフラッグ、反則が発生しております。ディフェンスの反則です。オフサイド、ボールが動く前に相手側に侵入しておりました。いわゆるフライングという形になります。5ヤードのペナルティー、したがってオフェンスは5ヤード前進し、ファーストダウンやり直しという形に変わります。さあ三重は5ヤード進みましてファーストダウンという形になります。三重相手陣23ヤードからファーストダウン5。パス不成功。ここで奥に走り込んだレシーバーへのパスを投じました。一気にタッチダウン図らんというところでしたが、しかしこれは琉球許さずパス不成功に終えています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。なお前パスは失敗ですとボール、プレーそのものの時計の進行自体が止まる形になります。この前パスをいかに利用するかといった点もぜひご注目ください。三重ファイヤーバードセカンドダウン5。さあここでランプレーを入れました。ランニングバック35番にハンドオフをし左オープンをつかんというところ、しかしこれは琉球食い止めましてノーゲイン、サードダウンに変えます。ランプレーですと中で倒れた場合は時計が回り続けます。このあたりも注目ください。見事に対応しましたのは70番のプレイヤーでした。70番高橋、見事に対応しました。三重ファイヤーバードサーダウン5。パス不成功。ここで中央で、入り込んだワイドシーバー80番にパスを投じました。
80番ノーマークになりましたので、このパス通っていればあわやというところでしたが、しかしわずかにパスのコースが逆になり、このパスが取れず不成功となっています。ダウン変わりましてフォースダウンに変わります。アメリカンフットボールはそのワンプレーワンプレーで常に前後左右からのヒットの可能性があります。このためほんの一瞬のステップ、足取り、それのコース取りに関しても非常に微妙な制約があります。これらの精度を整えた上でパス、ランは成立しております。こういった点もぜひご注目いただけると非常に嬉しく思います。ここでホイッスル。三重、ここで前半2回目のタイムアウトを投入しました。常にヒットがあるということは、そのポジションが、その位置にタイミングよく整わなければ、常にヒットを受ける可能性があるということの裏返しでもあります。これはやはり選手にとっては非常にストレスフルな状況でもありますが、同時にこれを成立しながら行うのがこの競技の魅力でもあります。それらを鑑みまして、すべてのプレーが成り立っていることをもしよろしければ想定しつつ、この試合をご覧いただければと思います。さあ、タイムアウトを解きまして、三重ファイアーバードフォースダウン5の状況に挑みます。フォーメーション組みました。フォースダウンギャンブル、5ヤード突破、このワンプレーにかけます。ここでホイッスル、フラッグが投じられました。イエローフラッグ、反則発生です。さあ、果たしてどちらのチームの反則だったでしょうか。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。アメリカンフットボールオフェンスチームは得点の選手以外1秒間プレー前の静止が求められます。この静止が守れなかった選手がいた場合にはフライングという形に扱われまして、不正なスタート、フォルススタートとなり5ヤード抜体となります。従いまして三重5ヤード下がり、フォースダウン点に状況変わります。さあ、厳しい状況になりましたが、三重なんとかこの状況を打開せんと再びハドルを組んでおります。さあ、選択はプレーを行う模様です。フォーメーションを組みました。やはりこの10ヤード突破をこのワンプレーかけます。キャンブルに入ります。三重ファイアバードフォースダウン10ギャンブル。ウォーターバック9番、右に回りましてパスを投じんとしましたが、急遽ランプレーによって突破を図らんとスクランブルに転じようとしました。しかし、これを琉球許さず、結果的にここでプレーは終了。4回目の攻撃失敗という形になりますので、攻守交代になります。テイクオーバーで攻撃権変わり、攻撃権は琉球ガーデンライオンズに変わります。さあ、前半残り時間44秒ですが、琉球攻撃に入ります。琉球ガーディアンライオンズ自陣30ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック7番、プレッシャー受けながらステップワーク、踏みまして右に展開し、ワイドレシーバーにパスを投じましたが、しかしこれは通らず不成功となっています。ダウン変わりましてセカンドダウンに変わります。琉球ガーディアンライオンズセカンドダウン10。
パス成功。今度は左に展開していくワイドレシーバー14番にパスを通しまして約5ヤードほど獲得しております。この時に14番キャッチしてから外へ出ましたので、ここで時計は一旦止まっております。ボールを持った選手は外へ出た場合には時計が止まります。このあたりのタイムコントロールも非常に重要な要素になります。キャッチしましたら14番の草開きでした。大阪工業大学出身です。琉球ガーデンライオンズサードン6、前半残り時間32秒。パス成功。非常にタフなパスを展開 しました。ディフェンスのカバーよく、ターゲットない中、手前にいた29番にパス。しかしこれにもディフェンス殺到しまして、29番フットワーク切りまして倒されるところを何とか防ぎサイドライン割りました。しかし攻撃権行使にはわずかに至っておりません。フォースダウンに変わります。しかしタフなキャッチを決めましたのはワイドレシーバー29番中村でした。城西大学出身のプレイヤーです。琉球フォースダウン2、ここは無難にパントを選択します。このパントは若干ターンボールになりまして、三重陣46ヤード付近での攻守交代となります。攻撃権はテイクオーバー変わりまして、三重ファイヤーワードに変わります。さあ前半残り時間12秒という状況ですが、三重は果たしてこの攻撃権をどのように行使するでしょうか。自陣46ヤードから三重ファイヤーバードファーストダウン10。三重どうやらタッチダウンを狙わんと、パスプレーに出ました。クォーターバック、9番左に展開してターゲットを探しましたが、しかしディフェンスカバーおよびプレッシャーが殺到しまして外へ出ることで、そのプレーを終了しました。ロスはしましたが結果的に残り時間6秒残した格好になっております。残り時間を考えまして、できるプレーは1プレーから2プレー、従いまして下がる距離よりも時間を確保したいという判断だったようです。さあセカンドダウン16の状況ですが、三重このプレーはどのように行使するでしょうか。2ダウン、このまま時間を消化します。ここで前半終了となりました。前半終了となりまして、琉球ガーデンライオンズ21点、三重ファイヤーバード0点、琉球が3つのタッチダウンを上げ試合を有利な展開にしまして前半戦終了となっております。